すいません、ちょっと時間1点だけ確認させてください。明日の午前中なんですが、大熊町の職員が大熊のです、止まってますね、一応大熊 の, 3号機は上がりが止まった、避難場所に、状況説明に行くということ で, 3 3 で, でその問い合わせの対応ということですね。3号機と、1号機についても3号機と同様に爆発する恐れがあるのかという質問に対する答えを求められています。で中身的にはタフの状態であることから可燃性ガスが漏洩している可能性は否定できないと考えていますと。で今後の作業においてもその可能性も考慮して安全を優先に取り組んでまいりますという回答を大熊町の方にお渡ししたいと思います。よろしいですか。これさ、僕ちょっとあれだけど、一般的にこういうのを書くときには漏洩は否定できないと考えております。これそうだよね。そうなんだけど、それにこういうことのないようにそのっていうのが何も言えないからこうなっちゃうのかな。そうですね、それ以上のことは何も言え、今現状なんか具体的に言えなくても、そういうことも検討してるとかさ、そういうこともって、その対策を、要するに 対策もどきをさ、もどきっていうか、そのこういうその否定できないんだけども、こういうことのないように、その防止措置についても、検討を進めているとかさ、なんかそういうのを普通書くんだけど、これ書けないのかな。ちょっと書けないというか、厳しいというか。